こんにちは今回は7月19日に待望の劇場公開を迎えました「ヤマトヨトワにレベル3199第1章黒の侵略」こちらをね早速初日に見てまいりましたので感想などをね、えー、話させていただきたいなと思っておりますネタバレ含みますのではい、えー、ご判断お任せいたしますネタバレ含みます はいえー、まずですねこの3199ですね、えー、前作のね2205新たなる旅立ち、はい、これのね、はいえー、ま続きということになりますねここで出現したデザリアムがいよいよ、はい、地球を攻めてまいりますというところで一応ですね昭和のオリジナル、まあ、原作と呼ばれていますけれどもねそちらの方をなぞったストーリーにはなっておりますけれどももう、えー、この リメイクシリーズ2199の時点でねキャラクターであるとかまあ一部設定とかがもう変わっておりますので、まあ、私はどちらかというとですね、えー、別の映画としてね楽しませていただいている次第でございますそしてこの第1章ということなんですけれどもこれがね、えー、一応予定で第7章までいくとで第2章が11月公開だっていうことになりますんで、まあ、ペースを多少上げてくれたとしてもね2年ぐらいかかるのかなと いう感じですね。で、2 2 0 2の時もそんな感じだったんですけれどもあの頃はまだ私も50代だったんでね冗談交じりにね早く終わらせてくれないと死んじゃうよなんて思ってたんですけれども,もうこの辺になるとちょっとシャレにならなくなってきましたね。はい、どこまでついていけるかまあ、えー、途中で、ね、切れてしまった場合は残りは向こうで見ましょうっていうところでしょうか。 はいじゃあ早速ね、ね感想の方に入っていきたいと思います。でこちらはですね、えー、と劇場で、えー、入場チケットを持っている人が、えー、買えるこのブルーレイですね。はいで私はあの劇場で1回見てで帰ってきて家族でもう1回これを見てそれから、えー、昨日も見たのかなもう3回見てますで4回目は、えー、また見る予定でございますので、まあ、そのぐらいね見込まないと毎回見るたびに、ね、新しい発見があると。 いうことですねはいでパンフレットはまあこういうまたねはいこれもちろんねあのある小惑星の中で眠っているヤマトですねはいでこれ裏はこんな感じになってます、はい、で、えー、ここはいいでしょう宣伝ですからねはい11月22日に、はいえー、次の、えー、第2章これがねこう上映開始ということになりますねはいもうここだけでめちゃくちゃ意味深ですねはい で、えー、ブルーレイなんですけれども箱の中にはね、えー、この3つが入っておりますねこんな感じでね、えー、ブルーレイ本体ね開けると何の変哲もないブルーレイなんですけれどもやっぱりこういうねレ,レーベルっていうんですかねこれ1つでもやっぱいいですねで見ていただくと1章2章が入っていると1章2章っていうのはそれぞれがね30分のテレビ枠の状態になってますねそれからこのね、えー、設定集ですあ失礼えっ、ー、と シナリオとねあのストーリーボードって書かれてますけど絵コンテが入っていますシナリオが、えー、第1話の分だけですねここに書いてありません、ね、第1話のところだけねはいこのあたりね、えー、セリフなんかをねしっかり楽しみたい方はいいかもしれませんそれから結構ね、えー、私なんかお好みのねこのメカニカル読本今回は地球編が入ってますね次,次のおまけでは、えー、例えばデザリアム編になるのか どうかわからないんですけれども、まあ、そういうのがついてくるんじゃないかとい感じですねはいで今回そのデザリアムから放たれた地球に襲いかかるグランドリバース、ね、原作では重核し爆弾と呼ばれたやつですねはいこれがね飛んでくるコースをね、はい、天文シュミレーションソフトでちゃんとシュミレーションされたらしいですはいちょっとびっくりですねですから作られてる側の皆さんはもう完全にね えー、突っ込ませる隙を与えないということこでですから昭和の時代はね、えー、どちらかというと男の船だとか根性でね、はい、苦難を乗り切ったりね失われた第三環境がすぐに修復してしまったヤマトもですね今回はね例えば波動防壁とかがあったりしてね非常に何かハード SF 的な要素を持っていますね。でこのねブルーレイのケースはこれですねこんな感じのケースがついてきます。 なななかなか意味深な感じですよね,もう,これも,ね、はい、もうすでにいろんなストーリーの設定はできているんじゃないかなと思います、はい、さて今回の、ね、お話の中もうねストーリー自体はね、えー、冒頭5分間予告なんかも公開されているんでもうほとんどの方知っているしあと旧作をねオリジナルを見てらっしゃる方はね大体の筋は分かると思います今回はねまさにねヤマトの元乗組員 イスカンダルに2205でイスカンダルに行った時にねやっぱ命令違反という形でね、はい、動いてしまいましたのでそれの、はい、処罰という意味でですねそれぞれみんなちりぢりにいろんなところに配属されています古代なんかはね、はい、今回監査官になっちゃってねであの銀河、ね、東堂早紀官庁の銀河ですねあれが今度はね月修復を前回はやってたんですけれども今ね木星土星修復に取り掛かろうと。 ガトランティス戦役で破壊されて、まあ、ガス運になってしまった土星をね修復するための調査のために土星があった空域にいるとでそこにね古代がね予算の審議みたいな感じでね行くわけですねでキングファイルなんか渡されて計画これですとかって言われてねもうずっしりという感じですねでもちろん古代と雪はね前回前々回か2202の最後で国民投票ってね はいえー、時間断層を潰してこの2人を救おうということになりましたから、まあ、目立つカップルということもありましてなかなか先に進めないところがあると。まあ、ところが今回ね古代がね、はい、2205の最後でね出現したサーシャ古代守るとスターシャの忘れがたみこれをね、えー、引き取って、まあ、3人で暮らさないかみたいなねことを目論んでいるわけですね。まあ、そのあたりのねシチュエーションなんか非常に笑えるシーンでね ははいい心がポッコリとしましまた、はい、そんな時ねはい謎のねね、えー、ミサイルででもないんですよ、ね、オリジナルではミサイルだった重核誌爆弾ですねこれがねやっぱりもうなんかこうある意味、えーまあ、戦艦の機能も持ってるのかなみたいな感じでねグランドリバースという名前のやつがねブワっとね銀が中心からね太陽系に入って地球に向けて降りてくると。 であの島が率いる無人艦隊なんかが迎え撃ったり、あるいはですね、飛鳥、ーガその辺のの、ね、ところ、えー、変わってますね、はい、艦長さんが、森行きと真田さんが艦長さんだったんですけれども、え今回はね、大河隊にいた、ね、篠原とかね、それとあとあれですね、えー、北野誠、誠じゃなかったか、<laughs> 北野の,のね、あの大和に乗ってる北野の,のお兄ちゃんですね、これがね、はい艦長になってます、すごい迫力です。 えー、北野聖也さんですね失礼誠じゃなくて聖也さんですねこの人の声が佐々木勲そっくりでものすごいいいかっこいいんですよ、ね、もともとね大和に乗り込むはずだった一人だったんですけれども事故にあってねしばらく入院していてその後はね、えー、宇宙防衛大学の教官鬼の北野としてねはい恐れられていたとこれがはい飛鳥の艦長なんですねで日向の艦長は篠原ですね そんな感じでねそれぞれのね、今までのキャラクター例えば森行きなんかは防衛、えー、防衛軍の司令本部付きだったりもう真田さんに至ってはね職業不明になってますで今回の冒頭でね真田さんがね「はい、いい味出してますね。無限に広がる大宇宙」っていういつものナレーションなんか違うなっていうトーンが違うなと思っていたらはいサーシャに向かってね詩を読んでいるというね あの始まり方冒頭5分で私はやられましたそしてはい南部君ねお父さんの会社南部重工に忍び込んでデータをね勝手にダウンロードしてますはいでそこから始まる要するに今回攻めてくるデザリアムと地球側の一部が実は手を握っているという設定ですねしかもその中にねどうもの南部重工が絡んでいると。 南部重工といえばねもともとね大和の建造も含めねあらゆる地球防衛の中でね発展してきた、まあ、軍需産業ですよねそれがデザリアム側とつるんでいるもうこの辺でねはいところがねこの1時間この今回のね第1章を見るとその裏がだんだんと読めてきますはい地球のね側これは一つじゃないんですよねいろんな 過去の経緯ががああって派閥があるとその中の一つが、えー、我らが大和が所属する東堂長官のね下の系列ですねそれとは全く別のねやっぱり系列が存在しているとそちらの方はどうもデザリアムとはいちょっと手を握ってるところがありますねというのが明らかに分かりますであろうことかそこのトップがですね、えー、最後の方に女性ですね 中年からまあ,あね以上の女性なんですけれども最後にポーンと出てきてねなんとね、はい、東堂長官にね銃を突きつけるような形で、まあ、これはあのオリジナルの流れに近いんですけれども、はい、包囲した挙句に「あんた何い,いくら言ってもわからないのね」みたいな感じで嫌なことを言うバばは誰かと思ったら東堂長官に向かってそのおばあさんがね 兄さんとかって言うんですよね。ここ劇場はザワザワとしましたね。で、私はあの兄さんっていうのはですね。藤堂長官の実の妹ではなくって、藤堂長官の奥さん、あの咲さんのお母さんですね。あの、自ら命を絶たれてしまったで、やっぱりちょっと弱いところがあった。マナーバスなところがあった。だから私は強くなるんだっていう藤堂咲さんのね、えー、そのお母さんですね。 これの妹じゃないかなと勝手に思っております。はい。実のね妹にしてみたらちょっとねっていう感じがあるんですよね。いろんな、えー、細かい部分でね髪の毛の色であるとかそういうところでねまあ、髪の毛の色は、えー、年齢が一定の色かもしれないんですけれどもね。ということで地球は簡単に言うと堂堂長官一派。それとねはい堂堂を兄さんと呼ぶ女性の指揮官の下の一派。 みたいいな感じでままず別れてしまってしっるとそこに、はい、グランドリバースがブーンと例によって突っ込んできて、はい、無人艦隊を、ね、あっという間に壊滅させてで、えー、なすすべもなく地球の神徒と呼ばれているねこの宇宙戦艦ヤマトの中ではの首都ですねそこの近くの平原にボーンとね、はい、着陸。そして 海からは例の三本足の、えー、H.G. ウェルズの宇宙戦争に出てくるようなねあのキャラクターあのロボットがボン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 出てきて、えー、暴虐の限りを尽くすでそこでね防戦するのはね、えー、空間機形態のねはい皆さんですね。はいえー、長倉もも頑頑張張っってていいまますすキャロラインという中にねはい、えー、みんなが避難,避難しようとしてね あの家からね、荷物まとめて逃げようとするとですね、えー、テレビの放送が入ります。皆さん、あの人たちは敵ではありませんみたいなね、はい。つまりそのデザリアムと組んでる一派がね、流している情報操作ですよね。まあこのあたりね、あのいつもまああの制作者側のコメントに書かれているんですけれども、世情を反映しているということが書かれています。今回も非常にね、あの見ていると亡国と亡国が浮かんでくるような。 まあそんなな感じの展開になってますねであのオリジナルの、ね「大和与とワニ」っていうのは見せ場の連続みたいな感じでポンポンポンと話が進むんですけれども今度はねこちらの方はまあじっくり尺もあるということで、えー、軍事サススペンス的な要素が含ままれてますね、はい、ですからある程度年配の、まあ、我々の世代ももう一回ね、えー、楽しむことができそうだという感じがします。はいで まだ出現してないのがサーシャ目だけ出てくるんですけれどもでもあれ見てるとまだちっちゃい感じですねオリジナルみたいにいきなり1年で17歳分年を取るっていうのはないのかなとあとこういう、まあ、コンプライアンスの世の中ですから基本的にはあのおじさんとめいっこが、ね、なんかロマンスっていうその流れもね今回は私は省かれるんじゃないかなというふうに勝手に思ってますあんまりそっちの方に走っちゃうとっていう感じですね であとあの劇場こ,このディスクには入ってないんですけれども劇場での公開あ劇場公開後のですね最後のところにあの予告編がついてるんですけれどもそこはやっぱりすごかったですね。えー、オリジナルではユキはあのアルフォン少尉・ショとねアルフォン・少尉イねとまあなんだかちょっと少し んっってていいいいうぐらいの中にななくじゃないですか、まあ、簡単に言うとアルフォン・ショイにも気持ちが傾いていくようなシーンもあったんですけれども、はい、今回はね予告編ではねあのアルフォン・ショイがね俺がもし古代という男を殺したらお前はどうするって聞くとですねどんな手を使ってもあなたを殺すわっていうね今回はねあの2人の男の間でなよなよ揺れ動く勇気ではないかったですねもう意志が強い、まあ、そういったところでね はい、このリメイク版の方ではね官庁経験もしてきてどん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 ねあの復活編に出てきたねゆき最後官庁やってますよねアンドロメダ級のね、まあ、そんなね雪がねだんだん出てきてるなって感じがしますねですからその辺のよろめきドラマ的な要素は極力排除してくれてるのかななんてことも思っていますですからね先ほど申し上げたその軍事サスペンス的な要素とそれとオリジナルストーリーを丁寧になぞっている部分と。 それとさらにこの3199っていうね、SF 的な要素ですね。この辺りがかなりね、緻密にね、組み合わさって、なかなか面白い作品になってくれるんじゃないかなとね、期待しています。はい。はい ということでね、えー、オリジナル世代えー、っとオリジナルの「大和与党ワに見た時に私大学に入ったばっかりの時でまあ劇場でね見ましたけれどもいきなり途中でねスクリーンがグワーッと開くんですよね劇場ね何かと思ったらあの二重銀河のシーンのところでねなんとかシステムとかってなか書いてありましたけれどもすんごい綺麗な画像をね楽しんだ記憶がありますもちろんねストーリー自体もね私はちょっとね結構この絵が好きなのがね、えー、なんかサーシャマ、まあ、スターシャもそうなんですけれども 昭和の方はスターシャもこの娘のサーシャも古代守も本当に自己犠牲の人っていう感じでなんか終わる時にはもうあのサーシャがね魂でこうお母さんのところに帰っていく時はこの親子何にもいいことなかったじゃんみたいにねはい赤い時、まあ、大学生の私は思いましたで今見,、ま、見直すとねやっぱりそのまあ,あの人に尽くすっていうかねその無償の愛という存在っていうものがね ここの世にはあるんだとということをねやっぱりこうまあ奥さい話ですけれどもね感じることができるようになったのもやっぱりあの大和よにというう作品だったような気がしますさらば宇宙戦ヤ大和愛の戦士たち最後大和が特攻してね、えー、しまう話もねあれはあれで自己犠牲の話ではあったんですけれどもそれよりもあんまり悲劇的すぎないがゆえにあの大和与十和にのねエンディングのあのサーシャっていうのはね え私は泣かされましたねそれと伏瀬明の歌がいいですはい今回もねはいオリジナル通りのね曲が1曲まず出てきましたこの流れでいくともしかしたら伏瀬明さん今でもバリバリ現役でいい声持たれてますんでもしかしたらね最6番、ね、あいいよその日まで聴けるんじゃないかななんて勝手に期待しておりますはい とということでね今回はお約束の「雪と答えが離れ離れになってしまうところで終わってしまった大和もまだねちら見せ程度しか出てこない第2作からねバギバギ活躍しそうですねはい、まあ、11月までね待ち遠しいところもあるんですけれどもこの辺り年取るとね3ヶ月や4ヶ月あっという間に過ぎますんでねはいまた楽しみたいなというふうに思っておりますそれではね今日はね、えー、大和とはにに、ね ね、3199のね。第一章の話はいつら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 とね、えー、雑談させていただきました。まだご覧になってない方はね。ぜひこれはっていう風にね。お勧すすめしたいところなんですけれども、自己判断で <laughs> はい。よろしくお願いいたします。ではまた。